はいこんにちはあ株式会社鎌倉官邸の小林と申します今日はデッドクロスって何というテーマでお話ししていきますまず簡単に自己紹介させていただきます名前を小林正弘と申します昭和47年11月7日生まれ現時点ではまだ48歳もともと土地科学調査事務所におりましてそこから CF ネッツにまあ転席しましてでそこで相続対策のお仕事を10年ぐらいやらせてもらった後に 株式会社鎌倉官邸を作ららせてもらってもっおります資格としては土地家屋調査士証券家マスターコンサルティングマスター宅建士家族信託専門士いい趣味の資格で第2種電気工事士あと CPM なども持っていますえ「損しない相続」という本の一部を書かせてもらっておりますでは早速内容に入らせていただきますとデッドクロスって何かというと一言で言うと単年度でローンの元本の支払いが原価償却費を上回ってる。 状態、そういう状態をデッドクロスと言ったりします。まあ、それだけじゃ意味がわからないと思いますので、もう少し丁寧に説明させていただきます。で、まず減価償却のお話からさせていただきます。所得税だとか、住民税、まあ法人税もそうですけども、その課税対象となるのは、この収入まるまるにかかるわけじゃなくて、そのための必要経費を差し引いた部分。まあ、所得税だったら所得、そういうものが課税対象になるわけですよね。で。 この必要経費についてなんですけれどもこれが不動産の購入経経費費も必要ってまあ高いお金のものですからねそれが全部必要経費に含まれるんだったらこの収入はかなり減って税金は少なく済むんじゃないかという話になりますよね。で不動産の購入資金も必要経費になるかということなんですけども土地と建物で分けて考えます。で建物は もう建てたらそれでずっと使えるわけじゃなくて老朽化していって、まあ、いつかはそのまま放っておくと朽ち果ててしまうなので建物の購入経費っていうのは経費になる購入費用っていうのは経費になることになっております一方で土地っていうのは別に使っても減るものじゃないですよねなので土地の購入資金っていうのは経費にはなりませんじゃあこの建物の購入経費についてなんですけどもこの建物っていうのは今申し上げたように 長期間にわたって使うものですよねなので購入時に一括で出したお金全部を経費化するのではなくて毎年少しずつ経費化していくっていうのが正しいやり方ということでそれを減価消却というわけですねで例えば建物価格が1,000万円の建物の場合でこれっていうのは建物が何年使えるのかっていうところは法律で 決められれてててておりままして法定対応年数って言われてますね例えば木造だったりすると22年使えるっていうことになってますのでだいたい毎年45万円たいこの重量鉄骨は34年で鉄筋コンクリートは47年、まあ、1000万割る223447でやると大体いいその数値になってきますぴったり一緒じゃないんですけどもなのでこれ見ると分かるように同じ1000万円でも法定対応年数の短い木造の方が 単年度での減価償却費は多くなるということになります。で、この減価償却の特徴なんですけども、最初に全部支払って、後から少しずつ経費化するということになります。ローンで買ってると、最初に全部支払ってるっていう感じじゃないかもしれないんですけども、あくまで銀行からお金を借りて、丸ごと全部建物価格を支払って、その建物について少しずつ経費化していくというような形になるわけですね。逆に言うとですね、その運営してから。 た、その後の毎年、毎年は建物のお金っていうのを出してるわけじゃないんですよね。その年には、実際にはお金が出ていってないのに、経費として計上できるものということになるわけです。なので、さっきのこの図からすると、本当の必要経費よりもちょっとプラスした部分、減価償却費がプラスした部分、それだけが経費として認められて、その分所得が少なくなるということは、税金が安くなるということですよね。 で今のが減価消却のお話でした。で、えー、次がですね元本と利息の話です。で問題一、H さんは友達から一万円を借りて翌日その一万円を返しました。その一万円というのは経費になるんでしょうか？問題です。第一問。まあノーですよね。一万円借りてそれを返しただけで経費になるわけないですよね。で問題にですね。2> 第二問。で同じように H さんは友達から一万円を借りて。 翌日1万円を返しましまたで返すときに利子を1,000円支払いましたその払った利子1,000円は経費になるでしょうかということなんですけどもこれは経費になりますよねなので、まあ、例えばお金を借りて1回で返す場合この利息の1,000円も元金の1万円も同じお金ではあるんですけども中身の性質が全然違うわけですね元金の1万円っていうのはもう借りてきたものをそのまま返しただけ。 まあ例えばレンタカー借りた場合なんかだったりするとレンタカー借りてきてその車を返したその車そのものっていうのが願望ですよね。レレンンタタカカーーを借りるるためのの費費用レンタカー代っていうのが経費になるわけですよね。まあお金だったりするとその借りてくるものも利息も同じお金なのでちょっと分かりにくくなるんですけども性質は全然違うわけなんですよねなので元金の部分については実際にお金支払ってるんですけどもそこは経費にならない。 で利息の部分こここだけが経費になにななるるとというわけです。で今の1回で支払う形だったんですけども5年5分割で返済する場合どうなるのかというとこれ1万円を5年で分けると、まあ、2,000円ずつになるわけですよね。で元金均等方式っていうことはこの返す元金が同じ金額2,000円ずつでそれに対して利息がかかるということですよね。 この1000円というのは残り残債1万円に対して10%で1000円ですよね。で次の年になると最初の年に2000円元金支払っているので、元金で残っているのは8000円、それに対しての800円ですねで。同じように600円、400円、200円、こんな感じで返済していくのは元金均等方式という形になるわけです。この計算の仕方はすごくわかりやすいので、まずこれでご説明しました。 この元金均等方式、たまに不動産投資でもやることあるんですけども、まあ、これをやっとくと最初ちょっときついけども、まあ、後々楽になるんでまあ実はいいやり方だったりしますただ実際にはあんまりこの元金均等方式でお金借りることはありませんほとんどの場合が元利均等方式で借り入れます 返す総額を一定の金額にしてその中の元金利息の割り振りを調整して返済額を一定させるという方法ですねそうするとですねこの性質として最初の方は利息が多くてだんだん利息が減っていくというような形になるわけです。で支払いの総額っていうのはさっきの元金均等方式よりも多くなる傾向にあります。 まあこの方式がほとんど住宅ローンなんかもこの方式で返すんですけどもよく最初の3、4年で残債を見てまだ全然残債が減ってないやなんていう風に言って最初の方は利息ばっかりだからだねなんていうのはこの方式だからということになるわけですねこの元金とローン支払いの特徴としては銀行へは元金と利息の合計を支払っているけど経費になるのは利息部分だけ逆に言うと実際にお金が出ていっているのに元金部分は 経費として計上できない。まあ、さっきの減価償却と逆のお話になるわけですね。さらに、この元金部分の割合っていうのは、毎回増加していくというような形になるわけです。後になるほど課税対象が増えていくということになるわけですね。だからトータルで見ると、この収入にローン返済の元本部分が乗って、それが所得として課税されるわけですね。この実際には、お金が出ていっているのに課税される部分。 この元本部分がが増増ええればるるほど税金が高くなるというわけで,すで、まあ逆にこの減価償却っていうのは実際にはお金が出ていないのに課税されないという部分これが減価償却が大きければ大きいほど税金が安くなるっていうような形になるわけですなので不動産投資でやっていくのはこのローン返済の元本部分と減価償却部分との戦いがだんだん進んでいくわけですよね。 で最初は元本と原価償却が同じぐらいだとしてもこの元本がどんどん増えて税金がどんどん増えてきてこれを想定してないと負けちゃうというようなことになるわけですただまあ,あの通常フルローンで購入した物件っていうのはですねトータルでは元本の方が原価償却よりも大きくなるっていうのは当然なんですよね。ででかっていうとう、ね、フルローンで購入した場合 購入資金の構成として土地が5,000万円建物が5,000万円であった場合にそれのフルローンということは1億円この丸々全部が経費にならない元本ということになりますよね。でそれに利息がついてその30年2%で計算すると30年間で支払う利息っていうのが3,300万円なんですね。このの万円の方が経費になるんですけども この購入資金の構成を見たら分かるように建物部分っていうのは5,000万しかないのでこの建物部分を上回るだけの利息を払うっていうことはもうめちゃめちゃ金利が高いとかそういうことになっちゃうので、まあ、そもそも不動産投資として成り立たないい話にななっちゃいますねなのでまあ基本的にはフルローンで買ったら建物価格の方が減価償却の対象の方が利息よりも大きくなってしまうのは当然の話になっちゃうわけです。ですね 建物については減価償却できますけども元本については実際に毎年出ていくのに経費にならないということ形になるわけですで、これがグラフなんですけどもこっちのシミュレーションで見ていただくとですね一応今取扱い中の物件情報を入れてましてただこの分かりやすいようにこれ、ね、賃料の下落入れるところあるんですけどもこれゼロにして賃料の下落しない形で計算してみます そうするとどうなるのかというと、GPI という総潜在収入はずっと一定、まあ、こんなことありえないんですけどもね。で、キャッシュフローも一定。こんな場合があったとしますね。そうなった場合に税引き後のキャッシュフローっていうのはローンの元金と減価償却の形で変わってくるわけです。で、ADS 年間の返済は毎年一定。で、この紫のグラフは。 右肩上がりにこれ元本なんですけども上がっていっちゃうわけですよね。元本が最初少なかったのがどんどん右肩上がりに上がっていっちゃう。だからどん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 課税される割合が増えていっちゃうということになりますよね。じゃあ減価償却はどうなのかというとこんな感じ。えっと木造の物件なのでもう全部定額で償却するとして、まあ実際今そうしないといけないんですけども、そうすると減価償却は横一線でまあ定額なんですね。 で最初の方はローンの元本の方が原価償却よりも下回っているので実際に入ってくるお金よりも少ないところにだけ少ない金額にだけここの部分ですねにだけ課税されるんですよねただこのデッドクロスを発生した瞬間に何か大変なことが起きるのかというとそうでもなくて。 これが税引き後キャッシュフローなんですけども税引き後キャッシュフローはだんだんこの元本の部分が増えていくにつれていって税引き後キャッシュフローはちょっとずつ減っていくわけですね。でここでガクンと減るっていうのはこの原価償却がなくなっちゃったからだから原価償却なくなっちゃった後の税引き後キャッシュフローはー苦しくなりますよっていうことはもう最初から決まってるのでそれを想定してシミュレーションしておかないといけないってわけですよね。これがキャッシュフローの累積なんですけども、 これで見ると、まあ、最後の方でちょっと累積がマイナスになっちゃってますけどもまあまあ今の利回りで都内だったら悪くないようなあグラフになってますね。まあなぜなら家賃の下落を全く勘案してないからっていうことなんですけども実際にご提案する時には家賃の下落ままで計算してててご提案させいいただいてますこんな風になってるのでこのトータルでの仕組み最初の方はキャッシュフロー税引き後のキャッシュフローを得やすいんだけども後の方 大変になるんだよっていうことを分かった上でやっておけばこのデッドクロスっていうものはそんなに怖くないもんじゃないかなというふうに思います。まあ、逆にデッドクロスを過剰に怖がってもしょうがないかなというふうには思います。なのでローンで不動産購入するときには税金のことを考えておかないと危ないですよってまあ当たり前のことなんですけどもね。そういうところで今日は終わりにさせていただきます。でえっ、ー、と鎌倉鑑定では。 相続対策虎の巻という公式ラインを作っております。毎日10時に相続の情報をお流ししてますし今のシミュレーションも含めたあとまあ相続税の計算だとか家族信託の試算だとかあと配偶者居住権の計算だとかそういうもののアプリも無料で使えるようになっております。あとと、登録していただけると まあ登録後のメニューボタンだとか電話とかメールなどで相続不動産投資についての個別相談も受けたまわっておりますのでぜひお気軽にご登録いただければと思います今日はどうもありがとうございましたはい、えー、本日の動画はいかがだったでしょうか c f ネッツではプラチナ会員およびゴールド会員を募集しておりますゴールド会員にあたってはですね月額1000円でプラチナ会員とですね同等のサービスが受けられると。 こういうことでですね CFNET のホームページから詳細ご覧になっていただけたらと思いますあとは物件購入にあたってはですね今ほぼ毎週のようにですね1棟もののフィールドワークおよびワンルームのフィールドワークを開催しております物件の良し悪しをですねうちのスタッフと一緒に、えー、ぜひ物件見て回っていただけたらと思いますこちら同じくですねほぼほぼ毎週ですね1棟ものにあたっては物件討論会そしてワンルームにあたっては物件購入会と こういうい形でですね、当社のスタッフが事前に物件を見てきてですね、良、えー、さそうだなぁと思うものはですね、プレゼンさせていただくとそしていいものがあればですね、ぜひご購入いただけるということでいい物件に巡り合うチャンスになっておりますのでぜひご視聴いただけたらと思います。よろししくお願いします。